対中政策が強化される中、日本でもアメリカやオーストラリア、フランス4カ国での軍事演習アーク21を実施。今回、このアーク21を、詳しく見ていきますね。もう次期護衛艦伊豆、桃改修工事が終わる予定、F-35B 戦闘機の配備先も、2021年5月、日本、アメリカ、フランス、オーストラリアの4カ国の軍隊が、東シナ海及び九州を舞台とする合同軍事演習、アーク21を挙行したことが、大きく報道上でも取り上げられた。これは、南シナ海、台湾海峡、そして日本の尖閣諸島をはじめ、周辺の海洋への進出を強めている中国に対する対抗策の一環であるとみられ、今後も定期的に実施していく方針だと発表されている。東シナ海では5月11日から16日の延べ6日間にわたって日本の海上自衛隊をはじめアメリカ、フランス、オーストラリアの4カ国の艦艇、航空機が投入され、対潜哨戒訓練が実施された模様だ。さらに、ここには航空自衛隊の F-2 戦闘機も、これら4カ国合同艦隊の防空の一翼を担う目的で参加しており、東シナ海における中国潜水艦の封じ込めと、敵艦艇の接近阻止を支援したとみられる。一方で、地上の合同軍事演習には、九州の宮崎と鹿児島にまたがる霧島演習場を用いた軍事演習が行われており、こちらには陸上自衛隊の水陸機動団や、アメリカ海兵隊、フランス陸軍が参加した。日本政府、防衛省は今後定期的にこの合同軍事演習アーク21を実施する方向であると説明しており、開かれたインド太平洋を標榜する国々との連携強化を強固に打ち出したもの言える。今回の合同軍事演習が注目を集めたのは、特に15日に報道陣に公開された霧島演習場における陸上自衛隊の水陸機動団やアメリカ海兵隊、フランス陸軍の3カ国軍による陸上での軍事演習内容だろう。まず、11日から13日の3日間に、水陸機動団が拠点としている長崎県佐世保市の藍の浦駐屯地において、日本、アメリカ、フランスの3カ国が、演習内容のすり合わせを事前に行い、15日から実施された。佐世保沖合に集った参加艦艇から、アメリカ海兵隊の垂直離着陸航空機 MV-22 オスプレイと陸上自衛隊の CH-47 ヘリ2機、米、仏の兵員を搭載して霧島演習場へ展開する手法で、合同演習は始められた。あいにくの悪天候のため、報道陣に公開されたのは、すでに霧島演習場に到着した。部隊が展開していく部分からではあったが、水陸機動団、アメリカ海兵隊、フランス陸軍と順次展開を行う様子が報じられた。参加した要員数は、水陸機動団が約100名、アメリカ海兵隊、フランス陸軍が約60名ずつの合計約220名ほどに及び、正確にはフランスは陸軍所属の海兵歩兵隊がこれに従事したものだ。
水陸機動団、アメリカ海兵隊、フランス海兵歩兵隊の3軍はおよそ 2km 先の市街地を想定した演習地に進行し、敵に占拠された空港を奪還するというシナリオで合同演習が進められた。手順としては、水陸機動団とアメリカ海兵隊とが空港を模した周囲の地雷原を無効化して接近し、ついで鉄条網等の物理的な障害を排除。まずフランス海兵歩兵隊が建物に突入する形で行われた。こうした内容からは、敵に占拠された島嶼部に上陸し、主要な施設を奪還することを意図した合同演習であることは明白だが、今回部隊として使用された霧島演習場は、無論離島ではなく、九州の内陸部だ。このため参加した水陸機動団をはじめ、いわゆる島嶼防衛といえば、想定される、そうした軍事演習では、おなじみの水陸両用車両による、敵前上陸といった行動は行われておらず、次回以降はこれも検討するという。今回の合同軍事演習、アーク21のために日本にやってきたフランスの艦艇は、強襲揚陸艦、トネールと中心とする艦隊であり、この3月には、インド海軍だとの合同演習のため、インド洋に展開していた。強襲揚陸艦、トネールは、基準排水量16,500トン、満載排水量21,300トン、全長199メートル、全幅32メートルの、船体に、上陸用集艇2隻に、最大16機のヘリを搭載可能で2007年に、就役した艦艇だ。今回の強襲揚陸艦、トネールと中心とするフランス艦隊は、他に、フリゲート艦等を随伴させており、ゴレタ派フランスの旧国の、英雄にちなんだジャンヌ・ダルクグループとも呼称されている。こうしたフランス艦隊の日本への寄港は、このところ増加傾向にあり、2017年、2019年、そしてこの2021年と直近ではおよそ2年ごとのサイクルになっており、対中国対応という面では今後も増加が予想される。フランスは現在でも南太平洋にポリネシアなどの海外領土を有しており、中国の海洋進出の本格化に対抗し、本国から遠く離れた太平洋地域における軍事的プレゼンスのアピールを強めているようにも見える。ただ、こうした中国に対する警戒感と並行して、今後、潜水艦の導入を検討し、始めたフィリピン島に対して自国の潜水艦のアピールを行うなど、狡猾な兵器輸出需要の拡大も念頭に置いている可能性は高い。